砂嵐、砂嵐、砂嵐、または砂塵嵐、砂塵嵐とはゴミや砂が強風により激しく吹き上げられ空高くに舞い上がる気象現象である空中の砂塵により見通しが著しく低下する砂漠などの乾燥地域において発生する厳密にはダストストロムとサンドストームは定義が異なるダストストロムは 吹き上げられている土壌粒子の多くが流径リメートル以下、砕設物の分類上、シルトや粘土等であるのを言う。一方、サンドストームは吹き上げられている土壌粒子の多くが流径二から一十六ミリメートルの砂であるものを言う。ダストストロムは乾燥した土地であれば発生しうるのに対して、サンドストームはいわゆる砂砂漠の砂丘のように 流形の小さい微粒子よりも砂の方が多いところでしか発生し得ない。また、ダストストロムは上空数千メートルの高さまで舞い上がり、時には砂の壁を形成するほどに発達するのに対し、サンドストームは砂粒が地面を跳ねながら進む運動の動きをするため生意数メートルまでしか舞い上がらず、15メートルを超えるようなものは稀と言われる。 日本語では、ダストストロムは、砂塵嵐、サンドストームは、砂嵐と訳すが、砂塵嵐が砂とゴミの二つの語を含んでいることから、ダストストロム、サンドストーム二つを総称して、砂塵嵐と呼ぶ合わせもある。気象観測において、天気を通報する際には、国際気象通報式のシナップ及びシップにおいて、砂嵐や砂塵嵐を表すものは、以下の八種類ある。 ミターやタフでは、指定障害現象の乱の DU が散り、SA が砂を表し、特性の乱の低いを表す DR、高いを表す BL と組み合わせて用いる。日本では、ゴミ、または、砂が強風により空中高く舞い上がっていて、指定 1km 未満の時に天気を、砂地嵐とする。北アメリカのグレートプレーンズ、アラビア半島、ゴビ砂漠、 タクラマカン砂漠、サハラ砂漠などにおけるものが有名である。地表の乾燥した地域では、珍しい現象ではなく、砂嵐の多い地域では、1日に数回も、発生したり、1回の砂嵐が数日間続いたり、する例もある。一般的に砂漠と呼ばれる地域ではほぼ例外なく、砂嵐が発生しうるが、地表面の状態によっては発生しにくい砂漠もある。例えば、 地表のほとんどが岩石で覆われていて、砂塵の少ない岩石砂漠地帯では、強風が吹いても砂嵐は発生しにくい。また同様に、土砂漠やサバンナなどで、雨季に入って湿ったり、植生に覆われたりして、土壌が固定されると、砂嵐は発生しにくくなる。このような性質から、多くの地域では砂嵐に、季節性があり、寒気の特に風の強い時期に、 砂嵐が最も多く激しくなる。砂嵐の原因には大きく二つある。一つは地表面の状態であり、乾燥しているほど土壌粒子が細かいほど土壌が柔らかく移動性の砂塵層が厚いほど砂嵐は発生しやすい。もう一つは天候の状態である。ある程度の広範囲に強風が吹くと砂嵐が発生する。地形の影響で差があるが、 多くの乾燥地域では、風速約10メートル S 以上の風が吹き続ける天候下では、砂嵐が発生しやすいとされている。一般的に、低気圧の接近や寒冷前線の通過による、強風が、砂嵐を発生させる。また、大気が不安定な状況下で、局地的に突風が吹いて、砂嵐を発生させることもある。大抵の場合、砂嵐の中は、 周囲よりも高温で乾燥している。砂嵐の中に含まれる砂塵が空気中の水分を奪うとともに空気へと熱を放出するためである。しかし、時に雨を伴った砂嵐が発生することがあり、湿った砂嵐も存在する。発生点から砂嵐の発生を見た場合、地表付近からにわかに砂が舞い上がり始めて濃度が増していく様子が観察される。一方、 少し離れた地点からやってくる砂嵐を見た場合、砂嵐の塊、いわゆる砂の壁が迫ってくる様子が観察される。弱い砂嵐は地表から上空数十メートル程度までしか砂塵が舞い上がらないが、強い砂嵐の場合は上空2000から5000メートル程度まで達する。ただし粒子が大きいものは高く上がらないので、濃い砂嵐は だいたい高さ数百メートル程度になるのが普通である。昼までも視界が数メートルになるような濃い砂嵐であっても低気圧などの強風帯とともに数百、数千キロメートルを移動して各地に被害をもたらすことがしばしばある。発生地では砂丘がごっそり数キロメートル移動してしまうような場合もある。平市でも 数センチもの砂が積もり、街の景色が一変するような場合がある。一般的に砂嵐が濃いと日光が散乱されるため周囲が赤みを帯びてきて、さらに濃くなると日光が完全に遮られて夜のように暗くなる。屋外で砂嵐に遭遇した場合、砂が体に付着したり吸い込んだりすることで不快感を覚えたり、吸い込んだ砂が 気道や肺に達することで健康に影響が及んだりすることがある。これらに対処するため、砂嵐の時には外出を控えるなどし、やむを得ず外出する場合は、体の広範囲を覆える、長袖の衣服を着用したり、帽子やスカーフ、布などで頭を折って、砂の侵入を防いだりする対策が取られる。砂嵐の常習地域である中東などでは、砂の侵入が少ない。 一枚布や体を広く覆える形状の異常が一般化している。粒子の細かい砂塵は高く舞い上がって上空の強い気流に乗り長距離を移動する。アラビア半島やコビ砂漠、サハラ砂漠などの砂嵐は大規模な長距離移動をすることで知られており、砂嵐とは無縁にも思える温帯や熱帯の湿潤地帯にも届いて砂塵を降らせることがある。 各地の砂嵐や砂嵐をもたらす。風には固有名詞がついたものも多い。砂嵐の発生は地球上に限らない。例えば火星上では地球上と比較すると発生時間、面積ともに大規模な砂嵐が発生し、時には星全体を覆うこともある。規模が大きくなる原因として火星の大気が地球の約1、100と希薄な影響で 巻き上がった砂塵が大気を熱する効果が地球より高く、それが上昇気流を強めて砂嵐を自己増強していると仮説がある。火星の大規模な砂嵐は観測時の条件が良ければ地球上からも天体望遠鏡で観測できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。